9月19日シェフェスタにお集まりの皆様、もうお腹いっぱいでしょ。ねえ、もうたらふく飲んだでしょ。ねえ、本日大トリを務めさせていただきますソウルビートと言います。よろしくお願いします。あとはもう音楽楽しむだけですよ。いやでも食べ終わってん人はまだそこでゆっくり食べておいてください。あの食べ終わられた方はここで良い音楽を楽しみましょう。行こう。地元奈良を拠点に活動しておりますソウルビートと申します。ありがとうございます。遅い時間までありがとうございますね。もうちょっと気温も下がって長袖の方ばっかりですがね、暑くして帰りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らね、普段ライブハウスでライブやることが多くて、あんまりこの何て言うんですかね、ちょっとこれ降りても大丈夫ですかね。この辺のこのだいぶ3メートルぐらい4メートルぐらいあるかあるよね。この空間に僕ら慣れてないもんですから、
やっぱプロって言っちゃいますやんか、こう例えばアリーナ席でもまだもうちょっとこう離れてたりもするけど、あのお客様の顔が見えないと僕ちょっと不安なところがありますのであのこの1曲だけはちょっとこの辺に歌ってもいいですかね皆さん。いや拍手の音が多ければ多いほど僕ここに行きますんでいやいや足らん足らん足らん全然足らへんよ、もっと大きい、どうもありがとう俺今日ぐらい34年奈良で生きてきて今日ほど嬉しい思ったことないんじゃないかあれ駄菓子屋のさ、駄菓子屋のあの、うん、なんかしょうもないガムありゃしょうもない言うたら怒られるからあの当たり付きの、うん、あれ以上に嬉しいかもしれない、ね、そんなこんなで例え方がおかしいかねまあそんなこんなであと残り数曲ですがやって帰りますので皆さん、お付き合いよろしくお願いいたします。次の曲は夢列車という曲です、どうぞよろしく。手拍子よろしく。夢にまで描いた場所へ僕らを運ぶ、右手に希望を左手に不安、ごちゃまぜにして僕らを乗せてゆく。空の青さに感謝して愛を灯した夢の汽車が行く、そうそうそう最高、僕の心に君の心に出会うはずもない奇跡を乗せて終着駅で口づけをしよう。やっぱステージの方が落ち着こう。夜にちゃんが走る夜風を切って夢には描いた場所はもう少しだろう。僕の理想と君の現実うまくいかない僕らに風は優しい。夏の緑に恋焦がれ、yeah, yeah. 夕日の赤さに情熱が燃えている愛を灯した夢の汽車が行く僕の心に駅で口づけをしよう。ありがとうは言わないで送るよ君を抱きしめるその場所まで。リズムを刻んで夢にまで描いた君を隣に乗せて右手に愛左手にもやっぱり愛、全てを包み込んでくれそうなシェフさが愛しい。
ええな、今ので十分シェベスターの宣伝できたな、バッチリやな、行こう愛を灯した夢の汽車が行く、僕の心に君の心に出会うはずもない、奇跡を乗せて終着駅で口づけをしよう、さらば生まれこの場所まで、どうもありがとう、夢でしたという曲でした、ありがとうございます、イエーイ。本当にシェフェスタさんありがとうございます、シェフェスタさんっていう人はおらんかだけども本当にありがとうございます。僕らね、常にこうタバコ臭い酒の匂いね充満するライブハウスでばかりで歌っておりますので、こんなねなんていうんですか、もう野外フェス、開放感な、そう開放感ないじゃないですか。うん、いい匂いしますね。そうそうそう、いい匂いするやろ、なんかこの緑がさこう、あれこう歌ってる横に木があるだけでちょっとちゃうやろお前ら木がなあ、ほんまにお前らのその汚れた心がこの緑たちによって誰がお前もねそうね、これだけでもうねマイナスイオンですよね、マイナスイオン、車はいっぱい走ってるけどな排気ガスいっぱい出てますけども、まあ長らく、奈良で音楽活動をしております、18年目を迎えましたソウルビートです。初めましての方いっぱいおるでしょう、全然ほらほとんどやないか、ちょっと待ってくれ、18年やってんねんで18年やってんねんで、ちょっと遠くから見てるな、うん、長いことファンの人ちょっとかわいそうやんけ、全然知られてへんやんなるやんかな、なあ、まあ僕から言いたいのはそのだけですわ宣伝部長お願いします。ね、奈良でよく、こうやって、あ、普段ねバンドでもやってるんです、僕がエレキギターを弾いてちゃんとドラムを叩く、まあ、ベースはエレキベースですが、ロックバンドという形でやらせてもらってます、奈良でよく出てるんですがね、次がね天理にあるねブリッジっていうねクラブになるんですけれども、そこでまたこのアコースティックスタイルでやらせてもらいます、それが9月の27日となっておりますので、よかったらよろしくお願いいたします。もう何も言い残すことないか、はい、あとで CD を持ってきております、はい、はい、皆様がやっておられた、過去のアーティストがやっておられたこの物販にですね我々も置かせていただいてますので、どうぞよかったら見ていってください、お願いします。そのお金でね僕らご飯食べるって ね、 そうもうねちょっとビール飲みたいでしゃないね絶対この感じやと、もういろんな人がどうぞどうぞってこう持ってきてくれる感じかなと思うけど、まあそこは自分のお金で大人や、そうそうそう大人やからね大人やからこう自分でちゃんとこうビール用意してるわけですが、だから今500都合500かける4、そうやな、稼ぎ出せる、やめとけやめとけやめとけ、ありますね、トントン、もうでも本当にね飲食街ももうそろそろあれですか、俺ら入ってますね、うん、終わってから間に合うんかな、うん、なんかあ10時までやってるか、ちょっと食べたいもんな、そやな、ちょっとな、俺だってマルゲリータしか食ってないもん、結構やん食べたな、まあでも飲食店締め際に来られたら困りますからね、うん、いやでも、まあ、俺やっぱイタリアやんか、俺といえばイタリアのところあるやん、結構見たら分かる分からんあろうが、ね、ありますよね、めっちゃなら出てるわやめてくれ、まあ、まあいいか、ちょっとなんかしんみりバラードとか歌ってみようか、じゃあな、はい、ちょっと名誉挽回と言いますかちゃんとしてるんやでっていうところを見せたいと思います、ダイヤモンドという歌聴いてください。Hello.
髪を揺らした9月の風が僕らを包んでく懐かしいような香りがしたんだ願っても捨てゆく夢のようだって夢じゃない日々が続くのさ大好きな君と夜空に輝くダイヤモンドそいつはきっと夢のような輝く石だ君のように生きることができたらそんなことふと思い歩いた旅立つ君のにそっと触れた懐かしいようなぬくもりを感じた願っては背負う悲しみ深く心を削ってもいつかたどり着くと信じた夢のようよかった俺真面目でいいや俺なんかちょっとやっぱロックってさ不真面目っぽいところがかっこいいみたいなところ僕あるんですよだからいつも不真面目にやってたんですけどもこんなにちゃんと熱唱したら一番拍手が大きかったやって逆にショックですありがとうもう夜も吹き行く頃ですねもう真っ暗
もう真っ暗ですね。もう僕らも次の曲で終わりたいと思います。また10時までやってるよね今日は。うん、10時まで開催してるみたいですね。はい、ですので皆さん楽しんで帰ってください。なんかないですか、もう他 CD もいますもんね。 CD も入ってあれはビールやってんかな。ちょっともうあらへんからさ、ちょっと繋いでいい、繋いで繋いでもらっていい、今見てくるよ。さてお母さん500円ないですか。えお母さん後で返しますよ。お前さえ悪いだよ、100円払っても1000円でしょ。お前ボーカルがビールを買いに来ます。少しインストでお楽しみください。イエーイ。こぼしてない。首もやし、ズボンもびちゃびちゃやった。ここで外国の方が写真撮ってくれる感じになっててんけど、俺もで、いや、もう歌わなあかんから帰ってきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ですね、本当にちゃんとカズさんには返します。いやいや。カズさんから今金恐喝したから。お客さんから恐喝するどうしようもないボーカルですが、まあ、金借りた金の先ほどもですからね。すいません、最低だ。いやけど、まあ、なんかややこしい利子もついたから、とりあえずステージ降りたらすぐ駆けつけますんで大丈夫です、はい、ではソルビートでした。ありがとうございました。もうこの、ね、27日までまた続きますしね、うん、イベントを存分に楽しんでいただければ幸いだと思います。今後半声がちっちゃくなったのはビールのゲップがすいません出てしまいました。ねえな、はい、ツイッターとかね、ツイッター最近始めたんで、うん、あ、そう、やった、いや、やってるよ俺。じゃあそう、今の時代に、乗っかりまして SNS というのをやっておりますので。マジか、お前もしかしてあれスマートフォン持ってる持ってるよ、タッチってね持ってる方や。そうか、よかったよかった。そういうのでね、いろいろね発信しておりますのでね。それでやめてよ。もう喋りたないやろ今日は。全然喋っていい。いや、まあそういうのやってますから。あと3月もう言っといていいですか。どうぞどうぞ。3月ね、まあ仕事、私事ですけど、私事っていうか、まあ私たち事なんです。3月にね、奈良ネバーランドっていう、そこの近所のね、切ったらこの道ずーっとオーナーに怒られんだよずーっと行ったところに、はい、奈良ネバーランドという、奈良切手のライブハウスがありまして、はい、ね、僕らすごくお世話になって、そう来年3月にそこでワンマンライブをしますので、皆さんよろしければ足を運んでいただければ幸いだと思います。今ここむちゃくちゃ言うかもしれんけど、今ここシェフェスタで僕たちを見てくれてる方には ものすごい割引もしたいと思います。あ、言ってもうた、これもう、もう何でもありですよ。もう皆さんしてくださいよ、ね、3月、そう3月の某日ね、わかるでしょ、年度末ね、いろいろこう
宣伝しなあかんところそれ年度末で社会人の年度末やな10代の子にしたら12月が年度末やそうかそうそうそう、まあ、僕らはやっぱり大事な時期なのでちょっとまず来ていただいてね、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にもううだ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 やってしまいましたが、はい、次の曲で終わりでございますので、ね、残りの時間は、あちらでご飯食べたりお酒飲んだり、ね、あとそちらで CD も売っておりますので、よろしければ、ね、見ていただいて、いかはい、無料の CD も無料持ってきた、あるんです、無料音源がございますので、皆さん少し数に限りはあるんですが、ね、超超超限りがございますが、あそちらの方も見て、書いてください。どうもありがとうございました。ソウルビートでした。ソウルビート史上、一番新しい曲を今日はやって帰りたいと思います。ですので僕の緊張は半端ございません。だからといって僕はビールを飲んでるわけではございません。ただただ楽しくライブを楽しもうと思いましてビールを飲んでおるだけでございますので、次の新曲は、お手柔らかにお願いします。どうもありがとう。ソウルビートでした。ありがとうございました。Go, go!
めっちゃ良かったね。